はい、皆さんお元気ですか？クズでございます。ヨンドゥやっていくよ。お、キャラメイクだぞ。女性？女性もできちゃうのかな。お、女性ですね。グッズはですね、どうしましょうかね。肌の色は白く。で、これは何かな？あ、髪の色ですか。髪の色。微妙やな。微妙ですね。これ、赤。黒でいいや。体型。お、体型変えれますね。ちょっと細くね。体の大きさ、え、体型と変わらないのですね。ああ、そういうこと。え、なんか気持ち悪いな。これは何ですか？あ、リュックか。リュックの色を変えれるんだよな。え？違う。何が変わったんか？何が変わった？何かあったのか。え、なんかわからん。下が体型。あ、これが体の大きさ。下がた、え、どれだ。なんか変わってんねんけどな。何が変わってる。何が変わってるんだい。何が変わってんのこれ。これは何よ。これは何や。いいわ、緑にしとこう。ヨンドゥやっていくよ。お、綺麗だね。愛しい子よ、お前を送り出したとき、私は心が張り裂けそうになった。だが悪人を略していた闇からお前の身を守る唯一の方法だったのだ。はあ、真実を求める時が来たら、お前を導く天のコンパスを頼りなさい。海を越えた遥かな場所まで連れて行ってくれるはずだ。暗闇と光の中に、だがいつでも故郷に導いてくれる。ジェメアという故郷へ。ジェメア。お、綺麗ですね。波がすごく綺麗。これが僕の船かね。靴の船かな。桜、桜、桜。ああ、すごい。かわいいな。え、何してんのかね。おう。ポコンって、あ、動いた。動いたよ。くるくる回っちゃうぞ。お、あんた誰だい？あんた誰？誰ですか？船乗りジェブに話しかけ。おう。これは驚いたわ。ジェメワは作り話に過ぎないと思ってた。あの島を見るためにキッチンから出てきたの嬉しいわ。どこ見て喋ってるんですかね。はあ、綺麗な、あ、ここにもいますね。君は誰だい？動きが早い、君のコンパスは霧の魂の中を指しているように見えるね。霧はとても濃いように見えるが、鐘が鳴るまで眠っていたいな。寝てくださいね。しんどい時は寝ましょう。こっちかな。お、上に上がるよ。あ、まだ。君は誰だい？ジミーはどの地図にも載っていないのは大変だ。多分その場所を見つけるのには君の持っているような特別なコンパスが必要なんだ。そうですね。君は誰だい？キャプテンですか。君のコンパスが正しければ地面は霧の、鬼のちょうど、霧の塊のちょうど裏側にあるはずだよ。こういうのかな。島に上陸する準備はできているかい？そうですね、準備できました。ダメじゃん。え、何ですか。帆を畳んだ方がいいな。少し荒れてきてる。帆を畳む。ほんまに？ウォーク
風に備えつつ、航路を確保する。これから面白くなるんですか。いやちょっと怖い怖い怖い、嵐だ、助けて。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。ちょっとちょっと、いやー下かな、下に行こうですかね。あーなんか、うわわわわ、嵐だよー。うわー船が、助けてー。妖精を見る者よ、怖がらないで、あなたとあなたの仲間は無事です。仲間にまた会えますが、その前にあなたには大きな役目が待っています。でかいですな。誰ですか。私はかつてこの国の誇り気高き守護者だった、エアーリー、あなたをずっと待っていました。あなたのコンパスを見せてもらえませんか。どうしようかね。お、コンパスがどっかを指しているような気がするぞ。あ、どうなってるのか。やはり天のコンパスですね。迷ったらいつでも使ってください。それは本来あなたを導くものです。しかし今はまだ多くの困難が待ち受けているでしょう。我が一族があなたを助けます。ただ私の家族も今は行方は知らずになってしまいました。彼らを見つければあなたを故郷までは導いてくれるでしょう。さあ妖精を見る者よ、目覚めなさい。あなたの旅は始まったばかりです。眩しいね。眩しいな。白いね。お、起きたよ。ここはどこだろう。え、何すんの。え、これ落ちたら危ないよね。え、こっちかな。これ入れない。あ、入れないんだな。お、何かあるよ。これ何？なんかできないのかね。あ、ジャンプできちゃうんだ。ぽよーん。おお、変なとこ乗っちゃった。これはなんか壊せれるのかね。いや、何もできないぞ。これか。ああ、でもこっち向いてるよ。行きましょう。あ、何これ。拾いましょう。あ、発見しました。石、え、これも拾われるのかね。あ、これは無理でした。でも取られへんよ。行きましょう、行きましょう。テコテコ。あ、石です、石。なんか書いてあったのにね。何これ。ああ、人間だ。最後人間と話してから随分長い時間が経ったな。僕と話ができた人はみんなどっかに行っちゃったよ。一緒に連れてって言ってよ。もう一人でいたくないんだ。なるほどね。発見したんだ。で、これはどうすんの。ああ。あ、宝箱発見。お、何かね。ああ、フーカープリニーの帽子をゲットしたぞ。どっち使うのか。ああ、写真モードってなんだ。あんまないぞ。どうやって開く。あ、なんか出てきた。なになに。え、どうやって出てきたの。ああ、すごい。なんか、ハロー押したら出てくるんだね。あれ、もう一回出てきたのかな。どうやって出したの。あ、出てきた。けど、何これ。あれ、使わないのかな。まあいいや。行きましょう、行きましょう。
こっちかな。ビヨーン。あ、石発見。石何かに使うんかね。お、キノコだね、これ。あ、キノコ取った。マッシュルーム。おー。マッシュルーム。カバーに入れて大丈夫なんかね。こっちなんかあるぞ。あ、これは戻ってくんのかな。戻ってくんかな。戻ってくんの。お、石だね、石。よいしょ。ここなんか明るい。ちょっと待ってね。お、妖精できたぞ。これでも、持ってくるよね。こっちかな。ああ、ここから出る方法は霧を越えることだけだね。でも君たち人間には有毒、有害なんだ。僕が取り除いてみよう。一人できるかどうかわからないけど。なるほどな。あ。霧が取れた。おう、バイバイしてる。ふ、きつかった。仲間が助けてくれてればな。もし二人で力合わせればみんなを見つけられるかも。なるほどね。さあ、探しましょうか。こっちでいいのかな。お、わ、すごい広い、綺麗、すごい。おお、向こうに村がある。行って調べてみよう。君はまだ一人前には見えないから、あそこで助けてもらおう。覚えておいて、迷った時は君の天空のコンパスが使える。旅の計画にも役立つよ。ともあれ、村へ向かおう。なるほど。あ、これか。あ、すごい。え、なんか苦しんでるって書いてない。ほー。あれかな。でも、あ、なんかできた。あ、プリニーって、あれですね。デスガイアのやつだよね。これ装備できへんの？あ、装備できちゃうね。あー、すごい、かわいい。これは何かな？これ今つけてるやつだね。あ、服も変えれちゃうんかな？これは何かな？あ、すごいよ。何これ、魚持ってるの？どうした魚？なんかこれ食べれるかな？へぇ。あ、妖精たくさんいるね。まあ行きましょうか。帽子かぶってる。あー、すごい！かわいい。このゲームね、敵、どこですか？敵がね、出てこないんですよ。で、一応ストーリーがね、黒い霧を晴らすっていう話なんですけど、それ別にやらなくて、別にずっと遊べちゃうんですよね。で、まあ、あれみたいな感じです。動物森みたいに、自由度が高いオープンワールドのゲームとなってます。すごく、やりたかったんですが、なかなかできなくて、まあ、ちょっと癒されようと思って、やり始めました。だいぶ気になってたんですけどね。これや、これですね。お、岩だ。なんか使えるんやろな。これかな。あ、じじい。じいちゃんだ。あんた誰かい？いやー、旅人よ。濃い目にあったようですな。中に上がりなさい。あったかい食事と柔らかいベッドを提供しよう。あー、寝ちゃった。歓迎されました。
お腹が膨れて不安がなくなったら、柔らかい枕に頭を沈めて寝るといい。おっさんが言ってるのかな。あおじさんドアップ。随分良くなった。再び世界に立ち向かう準備ができたようじゃの。行ってしまう前にもう一つだけ、何年も前にある、え？何年も前にあの恐ろしい事故があってから、霧があらゆる場所に現れて、我々の生活を変えてしまった。だからここの人たちは優しい、喜んで知っていることを提言、共有しよう。人々を尋ね回りなさい。そうすればすぐにこの世界ので前に進むための術が身につくじゃろう。お使い系かな。ほやもっと周辺を探せばメレクが見つく。メレクって何じゃい。おじさん、メレクって何。メレクって何だろう。わあ。私を輝く光。あんた誰だ。うん、メレク、あ、これメレクか。あんたがメレク。お前の船を転覆させた嵐はイーストドックも破壊したんだ。なのこっちゃかな。俺たちにとっても大問題なんだ。うん、あんたもね。ここは防衛ギルドだよ。でもイーストドックから商品が来なければ助けてやる状況じゃないんだ。じゃあ喋らないでくれ。うん、そうだな。このハンマーを使ってマリナのために石を集めるんだ。石が8個あればイストドックを建て直せるだろう。それで建て直せるのかな。石は、草原や、崖の近くで見つかる十分な石が集まったら浜辺のマリナのところへ持って行ってくれや。ちょっと喋り方変えると息が楽なんで。ベーシックなチェネックを探しています。私のところに持ってきてくれたらどうでもいいですね。はいと。勝手にお使い伝授してしまったぞ。これなんだい？これは何？あ、おっさん、ブツブツ効果みたいな感じ？双子かな？後でだね。ちょっと待って。あんたがマリナかな？ヒューですか？うん。あ、いや。町に新顔がいると聞いたんだ。ところで取引の方を知りたいか。ただ、物々交換するだけじゃないのは分かってるよね。商人なら創造性もないとね。じゃあ僕のところに鶴三本と木の枝を持ってきて、そうすれば取引の秘密を教えてあげる。ただじゃないんだね。あんたがマリナかい？全然ちゃうよ。ミニ。暴風をしのげる場所を探してみたいんだんだね。あ、ごめん。雨風やね。お前さんは運がいい。ちっこいね、あんた。ちっこい、ちっこい。南の野原の古い農場が霧で現れてから放棄されているのさ。霧を、浄化できたら農場を好きに使ってくれていいよ。私はぜひとも、あの古い農場が修理されて、また運営されていくのを見たいのさ。私も見たいですよ。この斧を持って行って、農場を修理するのは木材、材料集めな。木が16。これ何やろ。木の枝が5あれば十分。それでいけるんですかね。農場は大きなトンネルを通った南の野原にあるよ。すぐわかるよ。なんか明るくなったぞ。あ、道具。何このハンマー。あ、宝箱発見だね。あ、より糸。どうやってアクション起こすの？あ、これじゃない。ああ。あ、すごい。ボカーン、ボカーン。楽しいね。こっちかな。あれ、でかいやつもいけるんかね。やっちゃおう。ほい。カコンカコン。おい。なんかミニの、ミニちゃん、マニー、ミニー、メリー。あ、すごいですね。
これはどこかいね。え、なんかすごいほのぼのしてんね。これ掘ってんのかな。急にどうしたどうした。わあ、なんか見るな。わあわあ、苦しい、やばい。ああ、死んじゃった。死んだのかな。ここで掘ってんのかね。自由度高すぎますね。ああすごい、ゴールド、ゴールドレイクですか。え、これで掘ってんのかな。あ、なんかおるね。こいつ何人。あ、助けてくれてありがとう。劇場に書いたものが必要だったんだ。あん、これですか。これなんだかな。何かいるんやったような気がするけど、これ何か。ああ、長いこと海に出ていないな。わしはナックルフィッシュにあごらがれていた。あの美しい魚を一匹わしにくれるなら良いものをあげよう。あれは海水に生息している。これわしの古い釣り竿を使って浜辺で釣れるのか確かめてくれ、お前さんはいつでも取引してくれる人を探してよいぞ。何せよ素敵にナックルフィッシュを持ってきてくれ。何話じゃ。お、あ、すごいね、釣りできちゃうんだ。なんかなったな。あ、これか。ああ、見えない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 。見えない、ちょっと待って、見えないよ、見えない。ほい。ああ、すごい。で、これ、あ、魚来た。え？どうすんの？どうすんのかな？逆に引っ張れて動いてない。ああ、じゃあ、違いますよ。どうなっちゃったの、今。で、どうすんだ？あ、来た、来た。え、なんかでかいの来た。なんかでかいの来た。でかいの来たって。ちょちょちょ。ああ。ずるい、ずるいっすよ、ずるいっすよ。見えないっすよ、見えないっすよ。ああ、そういうことですか。あ、今、でかいの見たのにね。こいつ練習。食らいついてください。あ、来た来た。と、あ、違うんか。その矢印の方向に、多分動かすんだな。こっちかな。これ、これ、これ。こう、こうですね。こう。あ、ちょっと。あ、取れたかな。あー、すごい。楽しいね、これ。さっきでかいのいたのにね。あ、なんかいるね。これなんかいるよ。ちょっと、ちょっと、見えない、見えない、見えない。ちょ、どこ、どこ、どこ。でかいのいる、でかいのいる、でかいのいるけど、あいつが行っちゃってるから、わかんない。こっちか、あ。見えない、見えない、見えない。ちょっと見えない、見えない、見えない。あ、ダメだ。でかいのが欲しいな。あ、これ、これ、ちょっとでかい。おい、おい、おっしゃ。こっち、こっち、こっち。早く、あー。おっきょー。あきゃ。もうちょっと。よっしゃ。レースフィッシュ。おい。ナックルフィッシュ。おー。なんか夜になっちゃったけど。場所がいまいちわかんないな。ここかな。
この場所で魚釣りすれば何かもらえるぞ。お、ういっと。なんか楽しいね。ほのぼの、ほのぼの。こっちかな。あれ？お手のかな。でもこれあれ達成してんじゃないの？うん。あ、うんうん。実は持ってきてもらったのは僕のためじゃないんだ。これは君のものだよ。取引で入手するだけじゃなく、物を制作することもできるんだ。素晴らしいことに制作したものは大抵高い値段で取引っていうよ。これが君が持ってきた材料を使って木の束を作るレシピだよ。これだけは覚えておいて。制作にはレシピと素材が必要なんだ。うん、なるほど。やったね。あ、ヒュー待って。噂ではゴールドレイクは食料の商品をすべて処分しようとしてるらしい。ダメだね、それは。お。あ、じゃあこれ、あれじゃないと分かんのか。あれ？ハンマーなくなった。あ、これか。これは誰だい？あ、バイオレット。枝とかを集めないと。あ、壊せるね。壊した方が取れちゃうのかな。そんなことなかった。とりあえず魚釣りしましょうかね。あのハテナかまで行ってないのかな。話せないというか、これは斧とかないとあかんのかね。これ溺れたところじゃないの。これなんか取れるんだ。取られんの？取られんの？あ、ダメでした。え、もう3日目も経っちゃってるの。春が1年目。何話ですかね。これいけんのかな。いけるよ。これ何？これ何？おい、おい。これなんだ？これ何？あ、マリナだ。男ですか？女ですか？ここはこう。そして、ああなる。ああ、いやー、こんにちは。はい、こんにちは。わあ、感染一夜も全て揃ってるみたいだね。わからん。カニの殻を使おうとしていた、アタシアエリス、何の話だな。すぐに終わるよね。そうすれば、取引がもう一度、部屋元に行われるよ。なるほどね。ああ、やったね。うわ、なんかできちゃった。え、釣りはどうしたの？あ、ヒストドックは、順調に、営業できてる。私も、ごめん、運気でした。私も、前は、仕事を再開できるすべて君のおかげだ。はぁ、あ。うん。トリッキー、在庫が余るほどらしいんだよ。なるほど、そうですか。違うねって。ナックルフィッシュを、ナックルフィッシュをさぁ、ちょっと、死んじゃう。ああ、死んじゃったの。すぐ死んじゃう。あれは何？これ何？ちょっと待って、せーの、ちょっと、あーれー。なんか、調べるマークつくんだけどな。あ、来た。あ、ロック、登場ですか。中に閉じ込められて動けなかったよ。そりゃそうだよね。ともあれ、君のリュックの中に入れて出発してくれって、お前そこに入るのかいな。ほいっと。これ、おるのかね。ナックルフィッシュ。ナックルフィッシュ、出ておいで。出ないと目ん玉落ちくるぞ。こっちだよ。こっち。あー、ちょわ。おい。デープフィッシュ。君はいらないんだよね。ナックルフィッシュ。ナックルフィッシュ、出ておいで。
ナックルフィッシュ。あれ、けど、これじゃねえのかね、ナックルフィッシュ。おいにゃ。わっしゃ。ダメダメダメ。こっち、あー。消え。させない。うわ。うにゃ。あかんかんかん。あー、ほうほう。わっしゃ。うん、もうちょっと、もうちょっとさーん。よっしゃ。なにこれ。いらねえよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。だいぶ向こう刺してんだけどね。これでも泳げないっしょ。これどうやって行くのさ。これでも、あった、違う。どうもかんねん。ちょ、ナックルフィッシュ出てこいや。あっ。お、取れたかな。また君かい。うわ、なんか嵐になってる。ちょっと大変や。わーわーわー、ちょっと待って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 。こっち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 。わーわーわー、ちょっと待って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 。ちょ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 。こっち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 。あー、ダメだー。もうちょっと、うわー。もうちょっとこっち、あー、早く、早く、あー、そっちじゃねえよ。あー、行きだ。なにこれ。いらねえよ。うわー、すごい。見えなくなっちゃった。でもあっち刺してるんだ。あれいけねえでしょ。でもこの区域なのかな。これは何、ここの場所で撃てるんか。いけるのかな。出ないよ。持てんのかね。すごい嵐になってるんですけど、ちょっとまずいんじゃないのか。絶対なんか違う形よね。あ、これとかじゃないの。ちょっと、あ、うん、じゃあ分かった。君じゃないよ。なんか早い早い。これじゃないの。なんか早いよ。これですかね。あ、もうちょっと、ちょっと待って、早いね。君早いよ。あ、ちゃ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 。ナックルフィッシュじゃないのこれ。あ、来たかな。違う、え、なんだこれ。え、ブーツがあんな動いてんのかね。ちょっと、ブーツは、なんであんな動くの。違う、時間帯によるのかな。あー、やばい。え、ブーツじゃねえの。取れた。あー、で、君行こう。ちょっと、ナックルフィッシュ。君かな。よし。こっち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 だよ。諦めるかな。あーちゃあちゃあ、こっちこっち、ダメ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 。あーちゃ、はい。あー、また君か。ちょっと諦めよう、とりあえず。他行こうかな。これ行こうかな。でもこれ向こうに、これ行けんのか。あれ行けた。なんで向こうでも行けないでしょ。
かれへんやろ。死んじゃうよね。死んじゃうよね。死んじゃった。もうじゃあ行きましょうか。ああ、はまった。うわ。あったかーい。熱っ。これってさ、壊れるかな？いや、壊れないね。なんかこっち光ってなかったか。これなんか光ってるよね。あそこ。あれ光ってんじゃないの？じゃあ人でした。岩も拾っとかないといけないね。これだな。はいはいはい。お、ヘイユ、ヘアモン。に迷い込んだそうな。キャプテンですか。元気でよかったよ。その割にはだけど、声をかけに来たかったんだけど、マリナのせいで港の 修理に使う材料集めに忙しかったんだ。僕には何責任がある、港が壊れたのは僕の船のせいだからって彼女は言うんだよ。ともかくマリナの手伝いをしている間、残りの、乗組員を情報集めてくれないか。ラッチャー、ちょっと待って、これ壊れんじゃない？あれ壊れへんのかな？壊れるよね。あれ本まで無かった。あ、これか。えい、壊れ。えい。壊しまくりですね。行きましょう、行きましょう。あれ？あ、これのことかな。え、なんか変わった。あ、なんか変わった。違うよ。お像にさ、農場に行きたいんだよね。あ、ずれた。うわぁ。なんか えらいことなってんな。ちょっと待って、こっちに誰かおるよ。これ誰かいるよね。ここにさ、これ多分上じゃないっすかね。これなんだ、これ何ですか。あ、ホタル、ホタルやね。え、どこにいるのさ。ここにし、ここになんかいるんだよ。ここの中か。ここに何かいるんだよ。あ、いるね。気のせいかな。え、ここにせ、ここに何かいるんだよ。ここにさ、ここに何かいるもんよ。え、位置がずれてんのか。そっか。え、ここなんかな。なんかあるんだよね。え、なんかあるんだよな。これ絶対何か。あ、ちょっと待って。ここさ、これは何？あ、これでもこっちか。あれ？木？あ、斧がないんかな。キノコ、キノコ。キノコめっちゃ生えてる。あ、これ壊れてんじゃん。船がさ、あ、霧はとてつもなく暑い。農場を、封鎖しなければならなかった。今は引退し者のいつもあった農場を再現したい。なるほどですか。キノコ、キノコを？あ、レッドベリーの種。ここなんかあるんだよね。これさ、これなんかあるんだよ。まあいいや。農場行っちゃおうか。これかな。君ですか。そうすればあの部分がそっちに行くはず。何がですかね。え、ここにさ、何かあるんだよね。
この、これかな、これ入れんのかね。あ、これか。あ、いける。やったね。わあ。やったよ。何の話ですかね。残り6つ、どういうことですか？え、どういうことですかよ。あ、ここの近辺が6つ、これ入られんのかな。入られへん。え、あんた誰かい？わあ。あ、ちょっと待って待って待って、これ楽しいんだね。ちょっとちょっと乗られへんの。君君君、わあ。ちょっとで牛かな。顔見せて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 、わあ。これどうすんのかな。ああ。入れないのだな。っていうか、直さんとダメなんかあんな。あ、でも時間だな。あ、枝枝枝。あ、斧あるじゃん。斧あるね。お、すごい。へい。ちょっと。けどさ、あれどないしたらいいんかね。ですね、ここまでですね。またあのね、まあ、続きじゃなくて、ところどころ配信します。今回は以上でした。また見てください。また見てね。